はい、それでは定刻となりましたので、サービス業におけるマレーシア進出セミナーを開催させていただきます。と、皆さん、今私の声は聞こえておりますでしょうか？もし聞こえている場合は、リアクションのマーク、グッドのマークなど押していただけると助かります。はい、ありがとうございます。はい、聞こえているようですね。画面の方も見えているか、もしよろしければ、グッドのマークを押していただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、では早速ですね、始めさせていただきます。もしですね、私の声が聞こえなかったり、画面が見えなくなった場合にはですね、もう大変恐れ入りますが、どなたかミュート解除して、一声かけてくださるなどしていただくと非常に助かります。はい、それでは、はい、始めさせていただきます。初めにですね、簡単に弊社の紹介と私の紹介をさせていただきます。我々ですね、東京コンサルティングファームのマレーシア法人となります。皆様ですね、今回セミナーにご参加いただいておりますので、なんとなくホームページなどご覧いただいたかなと思います。我々の事業はですね、メインは会計財務の実務、いわゆる記帳ですね、であったり、それをいかに効率よくするかのコンサルティングを行っております。はい。で、実際にはですね、その後の会社様の利益をどうやって向上させていくか、そのためには売上をどうやって上げるか、費用を削減するかといった経営のコンサルティングも行っております。でですね、今回セミナーのテーマとさせていただいている海外進出のサポートももちろんさせていただいておりまして、その後のワンストップサポートもさせていただいております。はい、で、私が、東京コンサルティングファームのマレーシア現地法人のマネジングダイレクター、拠点長ですね、を務めております、アビコと申します。で、もともとですね、東京コンサルティングファームの中国法人の方で働いておりまして、そこから昨年の6月、2019年の6月にマレーシアの方へ赴任いたしました。はい、で、あとですね、こちらは、ご紹介になるんですけれども、現在、マレーシアビジネスに関するですね、実務本、この写真にあるマレーシア投資 M&A 会社法会計税務労務という実務本を出版しておりますので、ご興味ございましたらお声掛けいただければなと思います。はい、で、本日ですね、1時間という短い時間ですので、弊社の紹介の方は以上とさせていただきます。本日どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは早速内容の方に移らせていただきます。はい、今回ですね、1時間の中で3つに要点絞ってご説明させていただきます。まずはじめ、なぜ海外進出をするのか。で、2番目ですね、なぜその中でもマレーシアなのか。で、3番目ですね、で、実際マレーシアに進出するとしたらいくらぐらいかかるのかというところを、ケースに分けてご説明させていただきます。はい、ではまず、なぜ海外進出をするのかからご説明させていただきます。はい、で、こちらはですね、4つに絞ってご説明させていただきます。まずはじめが海外進出によるメリット、で、2番目がデメリットですね。で、3番目、海外進出の意思決定のポイントが何か。で、最後ですね、確認すべき外部要因についてご説明をさせていただきます。はい、まずはじめですね、海外進出のメリット、2つに絞りますと、まずこの2つかなと思います。1つが販路の拡大、いわゆる売上の獲得のためですね。で、2つ目が費用の削減、こちら事業の効率性を上げるためとなります。はい、まずですね、注目すべきが人口動態ですね。日本の人口動態が今確実に減少にある中で、今海外全体ですね、全体の人口動態も上昇している傾向にあります。その中でですね、確実に日本市場は飽和、もしくはシュリンク、縮小している状態であります。その中でですね、今人口動態が、増加している東南アジアですとかアフリカで、実際これらの国というのは著しい経済発展も
しておりますので、はい、販路拡大の一つとしてこれらの市場に進出するというのが非常にメリットであるかなと思います。あとはマーケットの相違ですね。日本市場では売れないものを他の海外市場で売るですとか、まだ海外市場で売られていない日本の商品を海外で売るというところで販路の拡大につながるかなと思います。はい、で2つ目が費用削減、事業の効率性ですね。で1つ目が、はい、まあ、一番に思いつくのが人件費かなと思います。いわゆるこちらの新卒最初に雇う際にだいたい20万円ぐらいかかるとして、で海外ではだいたいそれが5万円から7万円ほどで済むなんてこともありますので、まあ、そういったところで圧倒的に人件費は安くなるかなと思います。はい、あとは単純に立地的要因として輸送費用、はい、現在の取引先の近くの国に進出することによって輸送費用が安くなると挙げられるかなと思います。はい、であとはまあ日本と違って税率なども異なる国がありますので、はい、法人税率など安い国に進出することでその税率のメリットを享受できる。またですね、税率に近いんですけど他にも優遇政策、これによって、税が完全に税が免除されるケースもありますので、そういった面で海外進出することで費用の削減が望めるケースもあるかなと思います。はい、で今ですね、一応海外進出のメリットを2つ、売上の獲得と事業の効率性という2つに、分けさせていただきましたけれども、まあ、実際これ2つとも結局最終的に同じものになりまして、はい、右に記載しております利益の獲得、はい、実際企業様が海外進出するのはこの利益の獲得をするために進出するものと考えております。はい、で続いては海外進出のデメリットですね。はい、でここでも2つ挙げさせていただきます。で1つ目が管理体制の必要化、はい、そして2つ目が多額のコストですね。はい、例えば、今回が初めての海外進出であった場合ですね、これまで日本の国のみで管理ができていたもの、もしくは、管理体制とまでは言わずとも、まあ、ある程度管理ができてしまっていた状態だったものの、海外進出することによって2つの拠点ができるので、完全に管理体制を整えなければならないという状況になります。その中でですね、日本とは異なる文化ですとか、あとは異なる宗教、あとは異なるルール、法整備ですね、はい、あとは異なる言語、日本語、英語、特にマレーシアではマレー語ですね、っていう異なる環境の中でこの管理体制を整えていかなければならないというところで、非常に時間ですとか労力、あとはまあ市場調査もですけども、どんな文化があるのか、どんな宗教があるのかっていうところに非常にコストがかかってくるものと考えられます。はい、でまた多額のコストですね。やっぱりどうしても海外進出ということで、どうしてもお金はかかってきます。まず初めにかかるのは市場調査ですね。で2つ目が設立の際の設立費用、あとはその設立した後の運営費用、はい、で合わせて管理コスト、はい、でこの管理コストって言いますのは、いわゆるお金だけでなく先ほど申し上げた管理体制を整えるための時間的なコストですね。あとまあ最後に準備期間、実際に設立するまでにもこの市場調査の期間であったり、設立した後のライセンスを取得する期間であったり、またここでも時間がかかってきます。はい、で、はい、挙げられる海外進出のデメリット、大体この2つかなと思います。ですので、はい、こちら、右側に記載しております享受できるメリット、先ほど申し上げたものですね、売上と事業の効率性と、こちらのデメリットを比較した上で、より利益を獲得できるかどうかを検討して、海外進出の意思決定を行うこととなります。はい、ですね、海外進出の際の意思決定のポイント、つまりどのようにして利益の獲得を見込むのかというところで4つのポイントを簡単に挙げさせていただきます。はい、まず1つ目、商品、自社商品ですね。自社商品の独自性が何かというところをまず明確に、定義すること、でそれが海外で活かせるかどうかというのを確認することですね。
で、その独自性を生かしつつ、かつ海外でその、商品を提供していくためにローカルスタッフがそれを作成もしくは提供することができるかどうかを検討する必要があります。はい、で続いてマーケットですね。で、自社の商品が、日本国内では独自性があったとして、それが他の国で優位性があるかどうか、他の国のマーケットで優位性があるかどうかを検討する必要があります。で、もしまあ仮にその時点で優位性がないとしてもですね、海外で付加価値をつけて優位性を持たせることが可能かどうかを検討する必要がございます。はい、で続いてが組織体制ですね。はい、まあ、企業の、海外進出といってもですね、会社を建てるのか、それも独資で建てるのか、合弁で建てるのか、それともまずは駐在員事務所なのか、もしくは法人などの形を持たず、どこか海外の提携先と契約をして、まあ代理販売をしてもらうのか、なんていうものがあります。はい、であとは実際に海外法人を設立した場合ですね、どこまでの業務、どこまでの商品提供をローカライズさせるか、もしくはどのようにローカライズをさせていくのかを検討する必要がございます。はい、であとは将来性ですね。上記の商品、マーケット、組織体制を整えていく、上でですね、将来的なビジョンが見えているかどうかを、しっかりと計画を立てる必要がございます。で、例えばですね、まあ、最近ちょっと聞いた話でもあるんですけれども、今この COVID-19 の影響でマスクが非常に売れていると。で、じゃあこのマスクどんどん作った方がいいのかって言われると、必ずしもそうとは言えなくてですね、今マスクの発展と伴いですね、洗って使えるマスクなども、販売されるようになっておりますので、必ずしも使い切りのマスクをたくさん生産してしまうと、完全に在庫が残ってしまう状態になりますので、はい、この使い切りのマスクと洗い使いのマスク、どちらが将来的に市場を獲得していくのかというところを、検討する必要がございます。はい、そしてですね、このグローバル化が進む世界においてですね、海外進出というのは企業の存続のために必須事項となりつつあります。ただしですね、企業様によっては、まずは日本だけでっていうふうに考えてらっしゃる企業様もあるんですけれども、やっぱり企業を存続させるのであればですね、利益の獲得ですとか、まあ、あとはリスクヘッジのためにおのずと海外進出の選択を迫られることとなりますので、はい、いずれにせよこの、左に書いております商品マーケット組織体制将来性というところを、遅かれ早かれ検討していく必要があるかなと思います。はい、でですね、こちら外部要因についてご説明させていただきます。先ほどのですね、こちら意思決定のポイント、こちらはどちらかといいますと内部要因、自社の商品がどうなのか、自社の商品が市場で、優位性があるかどうか、自社の組織がどうなるかというところ、意思決定のポイントなんですけれども、こちらについてはですね、外部要因についてご説明させていただきます。はい、海外進出する際にですね、検討すべき外部要因はこの3つであると考えております。まず1つ目がですね、市場動向ですね。はい、自社の商品が適した市場、自社の商品が活かせる環境にあるかどうか、もしくは工夫することによる優位性を持たせることが可能な市場であるかどうかですね。あとまたその市場、その国の経済的流行が今現在どのようになっているか。仮にですね、その商品のマーケットが良いとしても、国全体の経済的流行があまり良くない場合は、また別の国を検討する必要がございますので、やっぱりこれも非常に重要なポイントとなります。そして2つ目が具体的な優位性ですね。数ある国の中からなぜその国を選ぶのか、なぜ ASEAN なのか、なぜ ASEAN の中でもマレーシアなのか、はい、それは立地が理由なのか、もしくは人件費が理由なのか、国民性が理由なのか、もしくは企業様がどれを重視するかというところもここで定義づけしていく必要がございます。はい、で最後に外資規制ですね。実際にある程度国が決まった場合には、その国に外資に対する規制があるのかどうか、
駐在員を赴任させることはできるのか。で、実際にその御社、企業様の事業ごとにですね、ライセンスが必要なのかどうか。で、そのライセンスを取得する際には何か規制があるのかどうかという一つ一つチェックしていく必要がございます。はい。先ほどお話しさせていただきました、こちらの内部ですね、内部の方の意思決定のポイントといいますのは、どちらかといいますと企業様の中で、考えることかなと思いますので、今回のセミナーの中ではですね、はい、こちらの外部要因、市場動向、具体的な優位性、特に外資規制、マレーシア進出の際に留意すべきポイントについてご説明させていただければと思います。はい。それではですね、なぜマレーシアに海外進出するのかについてご説明させていただきます。ここではですね、3つご説明させていただきます。1つがマレーシア市場の動向。で、2つ目がマレーシア進出の際のメリット、デメリット。で、3つ目がですね、マレーシアの外資規制についてご説明させていただきます。はい。で、初めにマレーシアの市場動向ですね。マレーシアですね、直近10年は安定して4から 6% の GDP 成長となっております。ですので、経済的側面としては、まずまず問題ない国かなと思います。で、あとは挙げられることとしましては、増加する人口増大ですね。現在がだいたい3200万人なんですけれども、10年後には3500万人まで増える見込みとされております。はい。ですので、こちら、先進国、いわゆる先進国はですね、その人口がどんどん減っている傾向にございますので、やはり ASEAN の国の特徴の一つが、このマレーシアでも見て取れるかなと思います。あとは消費者層の成長ですね。はい。特に消費者がより高いもの、より良いもの、を購入する傾向になってきておりますので、そちらも B2C の事業をされている企業様には良い傾向かなと思います。ただしですね、やはりその現在の COVID-19、コロナによる全体的な、世界的な経済低迷というのは他国同様にございますので、やはりこのあたりは経済成長としては、懸念すべき点かなとは思います。はい。あとはですね、具体的に事業として、どのような事業が安定的かつ盛り上がる可能性があるかなというところを、示唆させていただきます。はい。まずやっぱりですね、マレーシアといえば、豊富な天然ガスがございますので、いわゆる樹脂産業ですとか、それに付随するプラスチック産業っていうのは、長年親しまれているといいますか、安定的な事業であるかなと言えます。あとはそれに関連してたんですけども、ゴム産業ですね。特にそれに付随する医療製品の産業ですとか、医療関連の産業っていうのも安定的かつ盛り上がる傾向にあるのではないかなと考えられます。特にこれを見越してかどうかは、あれですけれども、その昨年ですね、2019年あたりは特に医療関連の企業様の進出っていうのが多かったかなと思います。はい、で最後に物流産業ですね。このマレーシア政府が発表しております事業の中でも、インフラ整備の中でコールドチェーンの物流を、整えるなんて発表もありまして、でそれを受けた日本政府もマレーシアではこういった事業が、コールドチェーンを進める傾向にあるという発表もされておりまして、今マレーシアがコールドチェーンの物流で、注目されている国の一つとなっております。はい。で続いてですね、マレーシア進出のメリット、デメリットを簡単に一つずつご説明させていただきます。でやっぱりマレーシアって言いますと、どうしても ASEAN の国の中の一つと考えられますので、カンボジアですとか、フィリピン、ミャンマー、ベトナム、シンガポール、タイ、インドネシアといった、国と比べがち、比較されがちなんですけれども、やはりそこと比べたビジネスのしやすさっていうのは挙げられるかなと思います。やっぱり他の国と比較しても国民のほとんどが英語によるコミュニケーションが可能というのは非常に大きなメリットであると思います。で他の国と比べましてもそうですね、シンガポールやフィリピンは確かに英語が、
大体の国民の方が英語を話せるんですけど、他の国だとやっぱりどうしても話せない国がございますので、その中では非常にメリットかなと思います。あと2つ目ですね、大規模な法改革が非常に少ないということで、安定した法整備であると言えます。で特に、インドネシアあたりはですね、特にその法改革、法の改正がですね、非常に多いと聞きますので、そのあたりはマレーシアは非常にメリットかなと思います。はい。あとは整備されたインフラ環境ですね、水道ですとか光熱費、いわゆるライフライン、あとは Wi-Fi 環境ですね、なんだインフラかと思われるかもしれませんけど、やっぱり他の ASEAN の国と比べますと、特に Wi-Fi が使えないですとか、Wi-Fi がよく切れるっていうのは非常にビジネスでは大きな問題になってしまいますので、ここが整っているというのは非常に、大きなメリットになると思います。はい、であとはですね、マレーシア自体が外資を積極的に誘致しておりますので、今現在徐々に外資規制も緩和されておりまして、外資としても働きやすいビジネス環境になってきてはいるかなと思います。はい、で対してデメリットですね、はい、こちら挙げられる一番大きなものが、雇用パスの取得期間が非常に長いことが挙げられると思います。でいわゆる独資外資 100% による現地法人設立の場合ですね、雇用パスの取得に1年以上時間を要することもございます。ここは非常に大きなデメリットになってしまうかなと思います。続いてですね、外資規制登記についてご説明させていただきます。一番初めに、ご説明させていただきたいのが、1番の WRT ライセンスですね。こちらのライセンスが先ほど私が申し上げた、こちらのデメリット、雇用パスの取得期間が非常に長いことの要因となっております。はい、で WRT ライセンスといいますのは、政府のガイドラインをもとにですね、小売業、卸売業、サービス業が取得することが推奨されているライセンスとなります。はい、でこちらが、取得が推奨されておりますので、いわゆる義務ではございません。ただしですね、外資 50% 以上の企業は、外国人の雇用パス申請の際に当該ライ、この WRT ライセンスを政府に提出する必要がございます。はい、ですので、外資 50% 以上で海外進出される場合、かつ駐在員を赴任させる場合には、こちらの WRT ライセンスを取得する必要がございます。で大体の日系の企業様は駐在員を赴任させることになるかなと思いますの で大体の企業様がやっぱり外資 50% 以上ですので、こちらのライセンスが必要になるかなと思います。はい、で2つ目が事業ライセンスですね。マレーシアですね、事業ごとに統括している省庁がありまして、事業ごとにライセンスの取得が必要となっております。はい、でその中ではですね、ライセンスごとに資本金ですとか、どういった取締役を規定するなどの要件がございます。で例えば不動産事業ですね、不動産鑑定士、こちらはマレーシアですね、マレーシアの資格になります。不動産鑑定士2名以上の取締役登記が必要であると。かつ外資の出資は 49% までが上限とされているなどの要件が設定おりますので、はい、共通する外資規制と言われるものはないんですけれども、ライセンスの要件の中でいわゆる外資規制に当たるものがあるため、事業ごとにこのライセンスの要件を確認する必要がございます。はい、で逆にですね、この事業ライセンスの要件の中で外資出資が 49% までと制限されている場合にはですね、 WRT ライセンスの方は検討する必要はないということになります。はい、ただですね、 WRT ライセンスもそうなんですけれども、いずれのライセンスもですね、大体取得から半年もしくは1年ほど見込まれることがございますので、そちらもよくよく確認する必要があるかなと思います。はい、
3番目にですね、必須の登記事項についてご説明させていただきます。で、マレーシアですね、2つの項目を必ず登録する必要がございます。1つ目がですね、会社秘書役ですね。こちらあまり日系の企業様には馴染みがない言葉かもしれませんが、いわゆる会社のですね、決議書の作成ですとか、いろいろな事務手続きを代行してやるようなイメージとなります。こちらはですね、通常、秘書役の会社に依頼して、秘書役の名義を借りて、登録することになります。いわゆる秘書役名義貸しなんて言われたりします。あとは居住取締役の登記ですね。こちらがマレーシアに居住性を有する、いわゆるローカルの方、もしくは、駐在員の方で雇用パスを持っている方を取締役として登記する必要がございます。はい、でこちらもですね、会社秘書役と同様にですね、取締役名義貸しをすることが可能でして、例えば新しく企業様がこちらマレーシアに進出されたとして、ただ現地に居住性を有する方がいらっしゃらないという場合には、例えば私の名義を一旦取締役として登録させていただくことも可能になります。はい、そして関連してですね、事業ライセンスの要件の中でローカル取締役を登記、もしくはローカルの企業が出資する必要があるっていう要件があることもあるんですけれども、そちらもローカルの名義貸しを行うことで実質独資とすることも可能ではあります。ただしですね、実際にやっぱりこのローカルの方と交渉する必要がございますので、弁護士の方に依頼したりなど、そこでもやっぱりちょっとお金がかかってくることにはなります。はい、以上がマレーシアの、外資規制となります。あと詳しいところはやはり事業ごととなりますので、また都度ご相談いただければなと思います。はい、そして最後にですね、実際マレーシアに海外進出するとしていくらくらいかかるのかというところをご説明させていただきます。で、今回ですね、2つのケースご用意させていただいております。1つが現地法人の初年度のケース、で2つ目がですね、駐在員事務所の初年度のケース、この2つでございます。はい、ちょっと画面が今共有させていただきまして、で文字が小さくなってしまうんですけれども、はい、今回私の方で大体の1年間年間のスケジュールを用意させていただきました。はい、で今が2020年の8月ですので、はい、今から最速で設立自体ができたとして、11月頃には法人は、設立することができるかなと思います。でこの費用ですね、大体の費用となっておりますので、まあ、ご参考までに確認いただければなと思います。はい、でまずはじめですね、初期費用、はい、セッティングアップですので、いわゆる設立費用ですとか、あとは銀行口座開設、あとは営業ライセンスですね、あとは先ほど申し上げました WRT ライセンスを取得する場合、はい、であとこちら、はい、いわゆる社会保険などの費用ですね、社会保険の登録などの費用となります。こちらが合わせて、はい、年間で24,500リンギット、日本円で約60万円ほどとなる見込みであります。はい、でこちらが続いては月次業務ですね。いわゆる会計業務を外部の方へアウトソースされる場合、でこちらが一応弊社にご依頼いただく場合の目安となります。大体2500リンギットですので、月7万円、日本円で7万円ほどのイメージとなります。こちらが年間で約3万リンギットですので、日本円で約70万円ほどとなります。はい、そして年次業務ですね。年次業務としましては、大体これらの項目が必要となります。
1つ目がオーディット、いわゆる監査ですね。2つ目がタックスコンピュテーション、法人税申告となります。はい、で3番目に記載しておりますのが、ノミニーダイレクター、取締役の名義貸しとなりますので、現地に居住性を有する取締役の方がいらっしゃる場合、こちらは必要ございません。はい、4番目がセクレタリー、会社秘書役の名義貸しとなります。でこちらはですね、大体の企業様が外部に依頼することになりますので、まずまず必須の業務となります。はい、で5番目がアニュアルリターン、年次報告書ですね。こちらも毎年政府当局に会社の登記情報を提出する必要がございます。はい、で続いてが CP204 と言われます。いわゆる予定納税、次年度はこのぐらいの税金を納付しますよという申告をする必要がございます。はい、で続いて E フォームと言われますのが、こちらも同様に今年度こういった従業員の方を採用しました、これぐらいのお金を払いましたというのを政府に報告する必要がございます。はい、あと EA フォームと言われます、従業員の方にですね、給与明細を年度末に、まとめて発行する必要がございます。はい、あと、パーソナルインカムタックスリターン、いわゆる個人所得税の確定申告ですね。で初年度は WRT ライセンスが取れていないため、従業員ですね、駐在させるのがなかなか難しいかなと思いますので、初年度に関してはゼロとさせていただいております。はい、でこちらの年次業務がだいたい稟議立てで3万稟議ほど。で日本円で言いますと大体80万円ほどになるかなと思います。はい、で続いてがですね、他の想定費用、こちら企業様によって異なるとは思うんですけれども、まあ大体最低限これは必要だろうという費用を想定させていただいております。で初めにオフィス費用、事務所費用ですね。はい、で、まあ、安いところで大体4000リンギットですので、約日本円で約10万円ほどが、月額の賃貸料になります。はい、であとは、まあ、もし従業員の方が、まあ、出張などで来られることを想定して、でコンドミニアムなど借りられている場合ですね、その場合は、毎月大体3000リンギほどの、コンドミニアム費用となります。はい、で初年度はですね、従業員の方、駐在させることはできないと、現在 WRT のライセンスを取得する見込みということですね。まず従業員の方の給与をここでは想定しておりません。はい、ただですね、やっぱりローカルのスタッフは必要かなと思いますので、ここでは最低限1人のスタッフの給与を想定しております。はい、ですので、こちら3000リンギですので、だいたい7万円から8万円ほどですね。はい、あとは、水道光熱費などのユーティリティフィーが、約1000リンギほど毎月発生するかなと思います。はい、ですので、だいたい年間でこちらが、まあ、最低ですね、少なく見積もっても、300万円ほどはかかってくるかなと思います。はい、でこれらを合計しまして、マレーシアリンギット建てで約21万8000リンギット、日本円で約550万ほど、かかるものと見込んでいただいてよいかなと思います。もちろん企業様の条件ですとか事業内容によって上下しますので、そこはご留意いただければなと思います。はい、で続いてが、駐在員事務所の費用ですね。で駐在員事務所といいますのは、いわゆる現地法人を設立する前の段階として市場調査することを目的として設置されるような事務所となります。で駐在員事務所の場合は、他の国と同様にですね、マレーシアで営業することができない、つまり売上を立てることができないというふうに設定されております。あくまでできるのは市場調査のみですね。はい、でこちらの場合ですね、初期費用、はい、会社の設立と同様に、
セッティングアップと、あとは銀行口座の開設で、ここが大きな相違点なんですけれども、駐在員事務所の場合は設置してすぐ、EP のアプリケーションですね、雇用パスを申請することができます。ですので初年度から特に規制なく、日本人駐在員の方を、赴任させることができます。はい、であとは同様に社会保険の費用ですね。はい、で合わせて臨時立てで23,000リンギで、日本円で約57万円ほどかかるものと見込まれます。はい、で続いてが月次業務ですね。こちらも弊社にご依頼いただいた場合を想定させていただいております。はい、でこちらも大体年間で72万円ほどですね。はい、で年次業務ですね、やっぱりこちらは、会社、現地法人に比べますと、業務は少なくなっております。ただ、必要な業務はやはりございますので、アクティビティレポートと言われます、活動報告書ですね。この1年間でどういった事業、どういった活動をしてきたかということを、まとめまして、政府当局に提出する必要がございます。はい、であとは駐在の方を赴任させることができますので、個人所得税確定申告も必要となります。はい、でこちら2つの業務だけとなりますので、年間で5,000リンギ、日本円で約12万円ほどかかる見込みとなります。はい、で他想定費用はですね、先ほどとほぼ同じ金額で設定させていただいております。ただしですね、日本人の駐在する方の給与のみ設定させていただいております。はい、でこちらが約1万リンギット、だいたい25万円で仮に設定させていただいております。はい、これを年間合計約、27万リンギットですので、日本円で約700万円ほどかかるものと見込んでおります。はい、ですので駐在員の方の給与分ありますので、合計の費用は駐在員事務所の方が初年度は少し高くなるかなと思います。で駐在員事務所の場合ですね、他想定費用がだいたいこれプラス市場調査費用になるかと思いますので、大きく上振れることはないかなと思います。ただしですね、会社想定費用の場合ですね、ここの他想定に加えて、事業ごとの費用というのが加算されていくかと思いますので、合計想定費用といいますのは、この550万プラス、また大きな金額が上乗せされるかなと思います。はい、ということで、はい、ちょっと細かい内容にはなってしまったんですけれども、初年度大体いくらぐらいかかるかっていうところは、なんとなくイメージしていただけたかなと思います。はい、これにて、今回のセミナーの内容は以上となります。もしご質問などございましたら、チャットもしくは、リアクションの手を挙げるマークを押していただいて、私の方に分かるようにしていただければなと思います。何かご質問などある方いらっしゃいますでしょうか。はい、いらっしゃらないかと思いますので、そうですね、こういった会社進出、海外進出のセミナーさせていただく際、なかなかその企業ごとの事業についてお話しすることになってしまうので、なかなかこういった場では話しにくいということもあるかと思いますので、ちょうどまた面談もしくは質問をですね、メールの中でご連絡いただければと思います。で改めてですね、弊社と面談させていただく場合にはですね、こういった費用スケジュールなど作成してお話をさせていただきますので、より御社の事業が海外進出する際にどういった費用になるのかなというビジョンを立てやすいかなと思いますので、その際もぜひご相談いただければなと思います。
はい、では最後に、もう一度ご質問させていただきます。何か質問などございますでしょうか。はい、ないようですので、はい、今回のセミナーはこれにて以上とさせていただきます。皆さんお時間いただきましてありがとうございました。また何か質問などございましたら、私の方にメールいただければなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ではこれにてセミナー以上とさせていただきます。皆様ありがとうございました。